はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、ストリートファイターコラッシュもやっていこう。で、ダンですね、星5キャラ、まあ、皆さん持ってるかと思って持ってきました。まあ本当に組みやすいなと思ってる。で、ダンですね、超覚醒バインドにしてるけどどれでもいいかな。で、超限界砲振ってますと。で、メイメイは今モンポで買えますね。何種5万モンポあったかな。で、買えるんで、まあぜひとも、まあモンポ頑張ってほしいなと思ってる。で、9ターン、まあ、これスキル間にして、まあこれ全回復と2ターン遅延と。で、チバドラ超撃し、上限解放、被ダメージ軽減はいりませんね。これはいらんかな。で、2体目、超撃し、上限解放、いりませんと。で、3体目、超撃し、上限解放で遅延、まあ、これ軽減いりませんと。で、ジョアさん、内強にして、上限解放で軽減いりませんと。で、バッチが HP ですね。でこう。で、まず1回ですね。1回は、チバドラ撃っていこう。違うわ、ジョアさんだ。ジョアさん打って、で8コンボ、8コンボすればいいんで、これで7コンボプラスで8コンボで倒せるかな。これで倒して、よし、オッケー、倒してオッケー。で、次が2回ですね。俺剣山、仮面ライダーっぽいな。で、シボドラ打って、オッケー、シボドラ進化させて、で、ズラスト、で、7コンボ、8コンボ、9コンボ倒せますよと。で、次が3回か。3回はこれキンバリー、めっちゃ反ってんね。で、シボドラ打って、で、まあずらしてたっていうか、ここら辺ももうずらさけ、本当にずらさけで倒せますといいね。で、4回ですね。4回はザンギエフで、シボドラ打ってずらしてたほしい。これも簡単やね、もうずらさけで倒していこう。オッケー。で、次が5回か。オッケー。エドンダ、エドモンド、ホンダ、これもシボドラ進化でシボドラずらし花火なんで、まあ、火力増し増し、ニンニク増し増したんで、まあ、これでまあ倒せるかな、倒せるはず、これでさすがに倒せるはず。倒していきましょう。オッケー。で、次が6回ですね。キャミー、これは遅延ですね。遅延打ってこう。で、これ打って、まあ、適当にまあずらして、まあ、ゼロコンボでもいいんかな、わかんねえ、ちょっとここら辺わかんねえから俺はコンボするわ。で、シボドラ打ってずらすと。 OK、 これコンボせんでもいいんかな、ゼロコンボだでもいいんかな、ちょっとそこら辺またあれかも、調べとくわ。で、7回で、シボドラ打って、ここも硬いね、ここも硬いからコンボした方がいいかもね、若干コンボしておいた方がいいかもしれない。14コンボで倒せますと。半分ね、半分いきますと。で、シバドラ打って、で、まあ、ずらして倒していこう。コンボも若干欲しいかもな、まあ、これはいいか、半分まで行ったらいいか。倒して、で、8回、先生も耐えれるかな、これ。先生多分耐えれる。 OK。 で、シバドラ打ちの、こいつも硬いんだよなこいつも硬いから、まあ、若干コンボ欲しいかもね、若干コンボは欲しいかも。倒していこう。 OK。 で、9回、これチャージ入るね。 OK。 で、シバドラ打ちの、こいつも硬そうやな、硬そうやからちょっとコンボするわ。で、14,945 倒して OK。 で、ボス来ました。先生なかったよな、確か。先生なかったですよね。あ、22,000あるんだ。あ、22,000あるんだ。あ、じゃあ、あれやな、道中で回復セットいかんかもしらん。で、これ打って、多分で、遅延も打っちゃって、これ打って、あ、そっか、これ、どこで先生いっぱい食らったんだろうな、これ。あれか、道中で回復した方がいいかもしれない。倒して、でも結構回復全回復もできるし、で、これ打って、全回復できるから、どこであれなんだ、いっぱい食らったんだ、わかんねえな。で、倒していきました。まあ、なかなか、うん、安定はある、してるかもね。安定はしてるはずなんで。OK。で、まあ、なかなかこう、無課金キャラの、編成なんで、若干、難しいところあったかもしんねえけど、まあ、全然周回可能でしたって感じですかね。よし、終わりましょう。じゃあね。